インドパキスタン国境は、インドとパキスタンとの間の国境である。日本語では、インパ国境と略称される。北は、カシミールにおける、実行支配地域の境界である管理ラインに始まり、南は、ゼロポイント駅まで続く。PBS の数値によれば、国境の全長は3 3 2 3トルで、ある。原型は1947年の、 インドパキスタン分離独立の際に制定されたラドクリフ戦である。主要な都市部や人を寄せ付けない砂漠など様々な地形を横断する。イギリス領インド帝国からのインドパキスタン分離独立以来、両国間では国境を挟んだ多数の紛争や戦争が起きている。世界で最も関係が複雑な国境の一つであり、2011年の法輪ポリシーの記事には、 世界で最も危険な国境の一つと書かれている。インドが国境に沿って約5万本の柱に15万個の投降証明を設置しており、夜間には上空から国境線を見ることができる。カシミールにおける管理ラインと作業協会両国間の国境のうちカシミールの紛争地帯にある境会は国際的に認められた国境ではない。カシミールの紛争地域は 1947年の第一次インパ戦争後の1949年に制定された国連停戦ラインによって2つの部分に分割され、1972年に管理ラインとして再定義された。カシミールのパキスタン支配地域にはギルニット・バルテスターン州とアザード・カシミール、インド支配地域にはジャンムー・カシミール連邦直轄領とラダック連邦直轄領がある。 パキスタン側のパンジャーブ州とカシミールとの境界は、パキスタン政府によって作業協会と呼ばれている。インド側はその境会を国境と呼んでいる。作業協会、パキスタン側のパンジャーブ州とカシミールのインド支配地域との境界。この境会のパキスタン側はパキスタン領であることが国際的に認められているが、境会の向こう側もパキスタンが領有を主張する。 紛争地域であるため、パキスタン側では、作業協会という呼び方をしている。管理ライン、パキスタンのアザド・カシミールとインドのジャンム・カシミールの、協会。1972年のシムラー協定により、協会が定められた。国境、国際的に認められたインドとパキスタンの国境。1947年に、シリル・ラドクリフが定めた、ラドクリフ線に基づく。 ICP 国境検問所は出入国管理施設と税関施設を備えた国境検問所として指定された統合検問所であり以下の2カ所が指定されているあったりとワーガが毎日有国に国旗功能の式典が行われることで有名な国境通過点であるアムリトサールから3 2トル、ラホールから2 4トルの位置にあるムナバオは インドのラージャスターンシューバールメール県にある村で、インドとパキスタンを結ぶタールエクスプレスが通る鉄道駅で有名である。1965年の第二次インパ戦争以降は閉鎖されていた。2006年2月に再開され、インドのジョードプルからパキスタンのカラチまで運行している。ワーガの国旗功能式典ワーガにおける国旗功能の式典は、インド国境警備隊と、 パキスタンレンジャーズによって毎日日没の直前に行われる。これは1959年から続いている。式典は両国の国境警備隊の兵士が国境を挟んで戦闘の開始を大声で叫ぶことから始まる。これに続いてハイキック、ストンプ、ダンスなどのパフォーマンスが行われる。最後に両国の国旗を奉納し、 兵士が握手をすることで式典は終了する。両国側に観客席が設けられ旅行者など多くの観客がこの式典を鑑賞する。この式典は両国が共有する同胞関係とライバル関係を象徴するものとなっている。両国の国境警備隊はムスリムの祝日とヒンズー教徒の祝日にお菓子を送り合うことで知られている。ただし、 軍事的緊張が高まった2016年と2018年にはインド国境警備隊は贈り物を取りやめた。2014年には式典の最中に自爆テロがあり、60人が死亡、110人以上が負傷した。両国間における同様の式典は他の国境の街でも行われているが、それらは地元の人たちが参加するのみで観光客はほとんどいない。 ありがとうございます。